2022年4月3日 K1 代々木第一体育館。こんな感じだったなって、まあ、12年前を思い出しながらも、まあ、いよいよ試合当日を迎えることができて、まあ、体調もすごくいいので、でもあとはやるだけだなっていう感じで、もう勝つためにやってきたので。運命ともいえるこの場所でおよそ12年越しの夢を叶えた男。大和哲也34歳。わずか50秒での決着、それは男の飽くなき夢への思いが、そして無数の運命の糸が引き寄せた劇的な王座戴冠だった。いろんなことが相まって自分も本当に導かれてると思ってるので、この K-1 の世界タイトルに。人生すべて一戦、すべてに感謝する。理由はすべてに意味があるから。はい、やっと1週間ですね、はい、もうありがたいことに非常に忙しい怒涛の1週間でした。勝ったり負けたり、いろんなこと怪我したりとかいろんなことありましたけど、今思うといろんなプロセスが相まってここにつながったのかなと僕は思うので、だから人生すべて一戦で、過ぎ去ればその経験にも感謝できるなってことなので、人生すべて一戦、すべてに感謝っていう風になっているので、だからもう K-1 はもう僕の一部なんですよ、本当にこれは、うん、必然だった夢への道のり、その始まりは2010年7月代々木第一体育館。 K-1 のリングで初めて開催された軽量級の日本トーナメント。1日3試合、実力者が出揃ったこのトーナメントで、大和は全試合左フックで KO 勝利。圧巻の優勝劇で22歳にして日本の頂点に立った。本当に一日にして人生変わるんだなっていう経験をさせてもらってですね、格闘技ファンだけでなく、本当に格闘技に興味なかった人にも僕のことを知ってもらっているのもあったと思うので、日本最強となったことで見えてきた次なる夢、それが K-1 世界王者だった。日本取ったらもう日本背負って世界だっていうのはやっぱりワクワクしましたね。どういう相手が来るんだろうっていうのは。今のこの大和哲也を形成している部分では、あのトーナメントはものすごく大きかったですね。まあだから本当に人生そう思うと、あの時があったから今があるなと思うと、これって必然に思いますよね、やっぱり。ここから始まったんだよな。大和哲也と K-1 世界タイトル、この日から運命は動き出した。
かし歩み出したその矢先のことだった。K-1 が消滅、夢が突然途絶えた。失望感というか、これからどうすればいいんだろうっていう、まあ、それだけこう K-1 という舞台に夢をはせていたので、行き場を失った大和はその後ムエタイに活路を見出し、次々とタイトルを獲得、世界の頂点をも手にし、ムエタイで骨をうずめるつもりだった。ただその一方で、一度は途絶えた夢への道が再び開かれていた。ムエタイに行ったんだからっていう自負もあったんですけど、やっぱり哲也の姿を新生 K-1 で見たいっていう声が、まあ身近なところからもそうですし、ファンの方からもすごく声をかけられて、そういったものを僕のやっぱ心を動かしてくれて、旧 K-1 王者としての定めなんじゃないかな。引き寄せられるかのように夢の続きへ。2017年、29歳で新生 K-1 に初参戦、夢をつかみに戻ってきた。諦めてはいたけど縁は切れてなかったっていうか、こうなんかなるべくしなっている。人生すべて必然、すべてに感謝。代名詞の左フックで初参戦から2戦連続 KO 勝利。そして時を経てついに夢に挑んだ。目の前にはあった、でも届かなかった。そして夢は遠のく一方に、自分の中で今までは勝って当たり前、ベルト巻いて当たり前でやってきたんですよ。だこんなに手が届かなかったベルトは今の K-1 だけなんですよ。2回ベルト挑戦して取れなかったと経験がなかったんで、まあもう自分ダメなのかなと思ったりして、だんだんその辺からこう負けをた時に、さあ次だって思えなくなってきた自分がいて、あそこら辺から今思うと、なんかちょっと歯車が少しずつずれ始めたかもしれないですね。なんかサボってるわけでもなかったし、勝つために練習もしてたし努力もしてたはずなんですけど、でも結果が出ない。まあ全て必然って言いながらも、その言葉に自分も苦しまれたこともあったし、もう届かないのか。それどころか追い打ちをかけるかのように押し寄せる負の連鎖。19年お世話になってきた森永会長が勇退されて、僕はそれまでは森永会長のもとで強くな、どれだけ強くなれるかが自分の格闘家としての人生だって僕の中で決めてたんですよ。でも森永会長を辞めてしまう、勇退してしまう、じゃあ自分はどうしたらいいんだろう。大きな支えを失い、一人真っ暗闇に。しかしくしくもこれが人生の転機となる。こ
これは状況を変えなきゃ無理だ、今の状況じゃ絶対に勝てない、会長は引退したけどまだ僕は夢を諦めてないんで、じゃあどうしたら自分が K-1 王者になれるか、新たな師匠を探さなきゃダメだと。そこで今ね、もう今の K-1 本当パンチが下手だし、ボクシング習いに行こうと、この山田哲也のスタイルにいきなり前重心のボクシングスタイルは違うと、あくまでも僕の山田哲也っていう人間性選手性を分かってもらった上で指導してくれるようなところがいいなって思った時に、なんとなくプロのジムよりもフィットネスのジムの方がいいんじゃないかなと、なんとなく思って、人生のどん底にいた大和、その命運を握ることとなったのがボクシング元東洋太平洋王者菅原正和会長。その場で名古屋市のジムを見たんですけど、そのジムのホームページを見て会長の写真をパッと見た時に、お、なんかこの人いいな、もちろん知らないですよ、あ、この人いいな、なんかいいかもしれないなと思って、でプロフィール見てって、でお酒飲むのが好き、短所お酒に飲まれることって書いてあって、あ、短所似てるな、これ行ってみようかなって言ったのがきっかけなんですよ。9月ですね、9月ぐらいです。まあ、見学に来られた方がいるんですけど、やっぱり体がごついから、なんか格闘技やってるんだろうなっていう話から、山田哲也って自分で言った時、僕も名前は聞いたことあったんで、あ、君がここら辺で有名な山田哲也だっていう感じです。あ、ジョニアお席お願いしますって言ったら、いや山本選手、うちはフィットネスなんで山本選手みたいな方がいると雰囲気変わっちゃうんで本当に申し訳ないけどやめてくださいって言われて、でもまあ1回ぐらい見てもらいますので来てくださいって言われて、わかりました、僕はもうゴリゴリをしてもう教えてもらおうと思ってたので、よしこれから強くなるぞと思って練習からしてもらったら、でも僕月謝払ってても来たらいいんですけどって言ったら、いや本当に山本選手やめてください、本当にやめてください、本当に困る、本当に困ります、本当に困るんで、また遊びに来てくださいって言われて、あ、もう本当にお断りっていう感じで、まあ、体験の日も、まあ、やっぱり本気なんで僕も熱が入っちゃうし、やっぱ吸収が早いんで、その日のうちにパンチをすぐ臨機応変にこなす、もっとリラックスすればもっと早く打てる、もっと大きな悪い部分を減らせるっていうところを見てるうちに、あ、まあこの子もったいないなと思い出して、そして何よりやっぱり明るくて前向きで性格が合うんですよ。そうすると合致してって、じゃあお前の夢に乗っかるわって僕も乗り出しましたね、はい。今ではね、いや内山選手も本当にやめてくださいって言っていた会長が裸足になりローキックバットをはめうるさいわもう 愛の塊ですね、はい、感謝します本当に。いえいえ、ここ5ヶ月前ですよ、こういう感じだったんですよちょっと勝てないんですよっていう感じだったのに、もう今ではもう見てくださいこの笑顔、やだなもうこの前なんかチャンピオン帰りますって言って帰ってきましたそこでネタでかこうなんかすごい思い出が生やしていただいたので、ちょっとそんなに冗談も帰りますって、ありがとうございました。いや、すごい重心を変えようと思いました、はい。まあ、ムエタイをずっと彼がやってて後ろ体重で、でも重心真ん中で打つ時は前で、その他はナチュラルに重心を取っていつでも動ける重心をっていうと、リズムですかね、柔らかさのリズムを取ってサイドに動く、それをやりました。この数年ぶりぐらいかな、なんか本当に菅原会長に出会ったことで自分がやったことのない引き出しをどんどん上げてくれるんで、そして見せてくれるんですよ、こういう動きはしよう、こうしよう、ああしようってことを言ってくださることが自分ができないことだらけなんですよ、ステップにしても。
思った時に、あ、まだまだ強くなれるなと思って、まだまだ強くなれる、まだまだ強くなれるって毎日ワクワクして練習したんですよ。もちろん疲れたりはするんだけど、ワクワクしながら練習してきて、もう楽しくてしょうがないですね。まず言ってもくじけないのは当たり前じゃないですか、ここまでの男になる。それ以上にもう飲み込みが本当に早いから、僕の言ったことをやっぱり忠実に守ってくれるし、信じてくれるし、今まで長年培ったものを変えるっていうのはまあまあ勇気がいるんですけど、それを僕の提案にすぐに彼が吸収して、柔軟に自分をある意味捨てて乗っかってくれるっていう、その心の柔軟さというか、試してくれるっていうところがやっぱり、あ、すごいなと思って。今まで17年間培ってきたスタイル、16年間培ってきたスタイルを、僕はそれでも勝ちたかったんですよ。自分のやってきたスタイルを捨ててでも勝ちたかった。それぐらい僕はベルトが欲しかったんで、ベルトを取るためには僕は何でも、僕は本当に手にしたかったし、試してみたかったし。暗闇に差し込んだ一筋の光、やれることは何でもやった。そう、全てはあの時抱いた夢のため。なる、絶対なる、 K-1 チャンピオン絶対なるっていう思いだけですよ。なんかなりたいな、こうしたいな、じゃなできないんですよ。やっぱりね、僕も教えてて彼の強い気持ちっていうのは感じるし、何をやっても、苦しいことをやらせても、ベルト取るためだったら何でもやりますっていう。自分がこうなりたいって決めたら、そのために必要なことってこう自分に引き寄ってくるんですよね。そう思います、本当に。新たな自分で新たなスタートへ。そのリスタートは人生をかけた正念場となった。菅原会長が一回大和ジムに試合前練習見に来てもらって、後日話したら、いや哲也、あんなに集中力を欠いたトレーニングしてるんだったら、俺はもうお尻意味ないと思うから、今回勝とうが負けようが俺はもう今回でもう退こうと思うって言われて、仲間とのスパーリングでも技術でいなそうとしちゃう、負けん気でいくわけじゃなくて、そういうのを見ちゃった菅原会長が僕に投げた言葉だと思うんですけど、一戦一戦が背水の陣だったんで、やっぱとにかく勝ちに全力に協力するしかないんですけど、会長にね、そんなこと言われるんだったらもう俺あかんのだろうなと思って、自分の中でグループラインを作って、山田自分の、もう今回の試合で負けたら絶対引退するし、勝っても負けても僕内容が納得いかなかったらもう引退しますってメールをしたんです、大野戦の前に。そしたらジムのコーチとかが泣きながら止めてくれて、そんなこと言うなよてっちゃん、まだ全然やりきれてないじゃん、勝って負けてもじゃない、勝つから大丈夫だよ、次があるよ、行こうって言ってくれて、絶対勝つ、チームで勝つ。さあ関根さん、また行けるかですね、ダウン止めました。久々に山田哲也が吠えました。菅原会長の一言で僕がそういう文面を送ったこともあって、またそれで結束力が強くなったというか、福田正史会長、ジムのマネージャーでもある望月さん、森コーチ、チームみんな僕の喜んでる姿はもちろんですし、勝てなかった時期も苦しかった時期も全部見てくれてるんで、次も改めていきましょう。
本当に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 ありがとうございます。わしはえもちろんもちろん俺ごちょみたいけない俺は会長会長俺はポケンあの人もなんかもちろん壊れなくてほんとに何にしてもよかった。よかった20%ぐらいしか持ってないから。あれは20%会長言ってくれたからいいんじゃないですか。会長もこのポチンだけ会長もから菅原会長見ないでて、もうそれはもう分かった分かった分かった、行こうなチャンピオンになろうなって言ってくれましたね会長も。いやあんな嘘泣きなんですけどいやいや本当はもうそれはやっぱり嬉しいですよ。まああれが大号泣って本当に嬉しいっていうかね、彼の人生にちょっとプラスになれたなと思って、はい。全てに意味があって今につながってるんで、人生は全て必然で全てに感謝。いろんな歯車が動き続けて今回のタイトルマッチになったと思うので、自分は本当に導かれてると思ってるので、この K-1 の世界タイトルに。この前の大野戦のままの彼だったらもうすぐ負けるなと思いました。相性的に最悪だったんですよ。やっぱりまっすぐ下がる、ガードに頼る、相手のパンチは外すんじゃなくて受ける、で何より直線的な動きで距離も向こうはあるし身体能力も高い。あ、これもこのままだったら間違いなく負けるから、そこは彼にも言ったし、山崎選手のいろんな攻撃を俊敏にかわす、視力、動体視力も速くする、体を柔らかくする、そしてやっぱりあの大きな右のロングに対してバランスを崩してしまう、まともにもらってしまう、そうすると返せない。でも哲はやっぱ体が強いから、まずはブロックもしっかりできる、そして右の後に左も絶対返ってくるんで、それよりも早く左右をガードしてすぐに左フックを返して命中させなきゃダメなんで、まあ、僕は擦り込む、右を受けたらコンパクトにこの位置に当てるっていうのを擦り込む、それを実戦で怖がらずにやる。やっていくうちにだんだんと本当に会長が本当にこれ勝っちゃうな哲也、これいけるぞ、これ本当に打ち込みに打ち込んだパンチなんで、まあだから僕のこの左フックの可能性を広げてくださいましたね。もともとあったものかもしれないけど、隠れていた部分が開花したというか、まあやることはやったんで、教えたことも出れば、そして彼が本番でね開花すればきっとやってくれるだろうっていうのが本心です。いよいよですね。バックヤード入っていって歩いてたら、わ、ここ歩いたなってすごい思い出しました。あ、代々木こんな感じだった第一体育館と思って、まあ、12年前を思い出しながらも、本当にもうあとはやるだけだなっていう、もう勝つためにやってきたので。
でも12年前と同じ左フックで KO すると夢に思った。まあなんかこうドラマチックな結果になりましたね。勝手に出て勝手に倒れてるっていうか、狙ってもないし、なんか自然と出て倒れているっていうか。だから彼の立場は自然に出た、僕の立場は狙って出た、狙わしてたぐらいに刷り込んでるんで。深いですね。全ての苦しみや辛さや大変さや諦めなかった気持ち、全てが多分僕はあの一発に凝縮された一発になってるんじゃないかなと。左奥にもう人生全て必然を体現したかのような、まあ、1試合だったんじゃないかなと思いますね。本当に夢みたい。本当にやばい、めちゃくちゃ重たい。うわ、何これ、めちゃくちゃ重たい。会長、これめっちゃ重たい。そうか、うわ、何これ。自分が取った時よりは嬉しくはないか。だけどそれぐらい嬉しかったですね。はいはい、やっぱりこうやって結果をこの何ヶ月間で出してくれる人間がいるんだなと思って。まあもちろんここの関係性 もちろん、そして山田ジムのあのチームですよね。本当に本当に一緒にこう取ったベルトだなというふうに思ってます。本当に今回ベルトは。人生すべて必然、すべてに感謝する。理由はすべてに意味があるから。旧 K-1 王者として、現 K-1 王者として、まあ、一つの K-1 という形を体現していきたいなと思ってます。